14日土曜日、アメリカで活躍する日系団体やアニメファンが街を練り歩き、日本文化を紹介することで日米市民の相互理解を促すジャパンパレードがニューヨークで開催されました。沿道には2万人が集まり、次々と繰り広げられるパフォーマンスに歓声が上がりました。パレードは人気 SF ドラマスタートレックで知られる俳優ジョージ・タケイさんを先頭に、日本の伝統芸能、武道からアニメ、現代ダンスなど90団体およそ2400人が参加。エネルギッシュなパフォーマンスを披露しながら、セントラルパークの西側に接する大通り、セントラルパークウエストに沿って行進しました。Because in outer space, you meet a lot of alien beings. Respectful, polite, and gentle way of greeting people is like this. Live long and prosper. And this is the first Japan parade in New York City. And I'm blessing it with this. アメリカでも高い人気を誇る日本アニメのファンも駆けつけ、セーラームーンを原作にしたパフォーマンスショー、プリティーガーディアンセーラームーンザ・スーパーライブのキャストが登場すると、ひときわ熱い声援が送られました。日米の友情関係を象徴するように、パレードには日系団体に加えてニューヨーク市警のマーチングバンドや地元の少年少女合唱団などアメリカの団体も参加しました。日本人社会、日本経済、日本企業、こうした我々からニューヨークに対する感謝の気持ち、それから我々の中で、日本人、日系人、が一体となって、連携して、活動することによって得られる力強さ、こういったものが大切だと思っています。さらにパレード会場の近くでは、日本のお祭りを盛り上げる屋台さながらに、日本の B 級グルメを販売するジャパンストリートフェアも。お好み焼きや唐揚げ、チャーシュー丼、ラーメンなどの香りに誘われ、多くのニューヨーカーや日本人家族でにぎわいました。ニューヨーカーと日本人が共に日本文化を体験し交流したジャパンパレード、終盤には雨も降り出しましたが、参加者は熱演を続け、ニューヨークで初となる大規模な日本文化を紹介するパレードには、最後まで温かい拍手が送られました。It's about time, because we have parades for various different cultures and countries, but Japan finally has a parade. I think that's wonderful. It's a great show of Japanese culture in New York City. There's been so many organizations I've never heard of. Everyone's like,We're all together, it seems, and it's really, we're all smiling and waving at each other, and it's just a very nice thing.